一緒にお留守番してましょうね。コクコクコク。あ、誰か来たみたい。ちょっとここで待っててね。バブバブ。宅急便です。はいはい、ありがとう。ごめんごめん、お待たせ。あれ、赤ちゃんこんなに大きかったかな。しかも目つむってたのに開いてる。お腹が空いたぞ。喋れるようになってる。じゃあさっきの続きでも飲む？消せ。ごくごくごく。もう一本。もう一本。はいはい、持ってきたわよ。ごくごくごく。さっきの赤ちゃんと絶対違うわよね。へえ、何言ってんだ。おいら眠くなってきたぞ。寝ましょう寝ましょう。それにしても絶対重くなってる。はい、一緒にお昼寝しようね。トントン。お腹が空いたです。ミルクとケーキとアイスよろしくです。はいはいはい、どうぞ。ミルクにケーキにアイスよ。パク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 。これは現実で合ってるのよね。ソファーがソファーに見えないぐらい大きくなってるわ。何ですか？ちょっとトイレに行ってくるからそこから動かないでね。絶対よ。それじゃあ続きのミルクでも飲んどきましょうっと。ママたちに一体なんて説明したらいいんだろう。じゃあ、ごめんごめん、お待たせ。さらに大きくなってるじゃないの。しかも顔も変わってるじゃない。あ、わかったわ。私をびっくりさせようとさっきからみんな入れ替わってるんでしょ。あんた何言ってんの？私は最初から私よ。だって最初は私の腕の中に収まってたのよ。今なんて抱っこもできないじゃない。じゃあ代わりに私がしてあげる。おいしょっと。いやー、怖い怖い、下ろして。なんなの？抱っこしてほしかったんじゃないの？そんなこと言ってないわよ。それにしてもお腹が空いた。何かご飯ないの？パパとママがあんな姿見たらきっと倒れちゃうわ。どうしましょう。見つけた。これはジュース？飲んでみよう。ごくごくごく。ただいま。ママ、パパ、赤ちゃんがね、急に喋れるようになったり体が巨大化してるの。赤ちゃんが巨大化？そんなことあるわけないじゃないか。本当なの。リカちゃん夢でも見たんじゃない？もう信じてくれないの？じゃあこれを見てよ。こっちこっち。バブバブ。さっきの巨大赤ちゃんはどこどこ？お姉ちゃんは何言っているのかしらね。ほらリカちゃん、全然巨大になんかなってないじゃない。そんな、さっきのは一体何だったの？あの姿はリカちゃんにしか見えないですよ。バブバブ。また次の動画でね。